アトランタホークスは特に動いておりません、ボストンセルティックスも動いてない、で今日はネッツかな。ネッツが、少し動きを見せまして、なんか新しい動きっていうよりはミケル・ブリッジス獲得に実はこんな動きもあったよみたいなのがちょっと追加情報で出てて、それが、サラリー合わせでボヤンを出すだけじゃなくて、そこにミルトンも入ってましたね。でミルトンは FA になってた選手だからトレードできないはずなんだけど、ミルトンをサイン&トレードして、ボヤンとサラリー合わせして、ミケル・ブリッジスと交換したと。で逆にニックスは、ケータ・ディオプもつけてミケル・ディオプで、ニックスがボヤンとミルトンを放出したみたいな感じかな。で、ちょっとこれに関してはルールがちょっと俺曖昧なんだけども、なぜミルトンをわざわざつけたのか、多分つけなくてもトレードできたんじゃないかな。どうなんだろう。一部で言われてるのがミルトンをボヤン・ボグナノビッチと、サラリー合わせすることで、2人でいくらなんだろう。ミルトンが3ミリオンでボヤンが何ミリオン、ちょっと調べていい。ボヤンって18ぐらいじゃなかったっけ。ミケルが23ミリオンでしょ。ボヤンが19か。ボヤン19でミルトンが3だから合わせたら22。ということはどういうこと。いやそう、俺今それ言おうとしたんだけどさ、ミケル・ブリッジスのサラリーを上回る、ニックスの方がお金出してますよっていう状態にすると、ハードキャップっていうルールがファーストエプロンじゃなくてセカンドエプロンで大丈夫ですよって。ファーストエプロンが178ミリオンなんだけど、セカンドエプロンが188とかだっけ。それぐらいまではニックスお金使っていいですよっていう状態にできるっていうので、あごめん、ディアキテ忘れてた。だからか、失礼しました。そうだから、もともとボヤンだけ説もあったんだけど、そこに、ディアキテをつけて、でもそれだけだとミケルの23ミリオンには及ばなくて、でそこにミルトンも無理やりひっつけることで、多分24ミリオンとか25ミリオンになるんだよね、ニックスの放出サラリーが。でネッツはミケルの23ミリオンっていうことになるので、ニックス側からするとサラリーを上回ることができた判定になって、ハードキャップがファーストエプロンじゃなくてセカンドエプロンになるということで、そうすると何がいいかっていうと、ニックスはこう動ける範囲が広がったのでプラス10ミリオンぐらい、それを何に使うかっていうのはちょっと分かんないけど、ただニックスは2巡目の選手も結構いて、そういう選手とこう契約したりだとか、ちょっと大盤振る舞いする余裕もあるのかなっていう感じかな。あとは、これはニックスの時に話しますか。で、ネッツがミルトン欲しがったかって言われると別にそうではなくて、で、多分だけどネッツはミルトンいらないはずだし、サラリーが上回るか下回るなんてネッツには知ったこっちゃない案件。だからミルトン獲得する理由ってそんななかったと思うんだけど、強いて言うならミルトンは1年間だけ保証されてて、2年目からもう無保証らしいから、そういう意味でネッツは抱えても別に問題がない、そんなに重くのしかからないよねっていうところと、あとはこんなにも1巡目5枚もスワップ券もニックスからもらったから、サイン&トレードぐらい引き受けてあげるかみたいな感じだと思う。ちょっとミケル・ブリッジスに1巡目5枚は俺出しすぎだと思うんだけど、出しすぎたことでこういうなんかおまけじゃないけど、ここまでしてあげたんだからちょっとぐらいなんか融通聞かせてよみたいな、なんかそんな感じでネッツはミルトンを引き受けてくれたのかなって勝手に思ってるんだけど、真相はどんな感じなのかって感じですね。クラクストンとは契約延長しなかったっけ？再契約しなかった？4年100ミリオンで契約してないっけ？で、ネッツに関してはもう一つ話すことがあって、そもそもなんでネッツミケル・ブリッジス放出したの？そんでもって再建に踏み込んだのっていう話があるんだけど、
っていうのも、ネッツって再建できないチームだったよね、もともとは。自前の指名権が28年ぐらいまで1枚もなくて、やっぱり今までのこうトレード、ジェームズ・ハーデンを放出、獲得するときに、ロケッツに指名権出しちゃってたりとか、っていうので、再建したとしてもでタンクしたとしてもいい選手が入ってこない、入ってこないところは指名権がないから、そもそも本当タンクする理由が全くなかった。だけどまさかのミケル放出で再建に踏み込んだっていう。でこれ どうしてこんな動きにネッツが踏み込めたかっていうと、このミケル放出の前に実はロケッツとこう指名権のやり取りがあって、それは初日ぐらいに確か起きてた出来事だけど、あのトレードちょっと意味が最初は難しかった部分もあると思うんだけど、こうミケルとのトレードにつなげるとネッツ目線だとすごく理解ができるトレードになってて、あのロケッツとのトレードで何をしたかっていうと、自分たちの元々の指名権、2025年の指名権とか、3枚ぐらい指名権をロケッツと交換したよね。でそうすることでネッツに自前の指名権が戻ってきて、で再建の準備がそこで整ったっていう。でそれがあったからミケル放出に踏み込めたっていうので、だ今のネッツは25年の自前もあるし、27年の自前指名権とかもあったかな確か。そうっていうので、ミケル・ブリッジス出されないんじゃね、再建できないから出されないんじゃねとかいう話もあったけど、そのミケル放出する前にそういう動きもやってましたよっていう 話ですね。で今度ニックスミケルに1巡目出しすぎじゃねっていう話もあるんですが、一つはさっき言った、まあ、出しすぎたことによって融通が効くようになった。ミルトンをサインアウトトレードで引き受けてもらえるようになった。でそうすることで、ハードキャップがセカンドエプロンにすることができたっていうのと、あとはこの1巡目5枚の中に1枚バックス経由の指名権が混ざってるんだけど、そのバックス経由の指名権がプロテクトがすんごいガッチガチにかかってて、でおそらくその指名権がネッツに渡ることはないだろうみたいな風に言われてるから、だから実質1巡目4枚とスワップ権で、ミケル獲得、あとはハードキャップをセカンドエプロンにすることができたみたいな感じの、トレードに最終的にはなるのかなっていう。で逆になんでロケッツがその指名権をネッツのね交換したかっていうと、ロケッツはロケッツで若手が今めちゃめちゃ多くて、だまた25年も新しい 若手が入ってきてとかなると、ジェイレン・グリーンとの契約延長もあるし、シェン・グンもあるし、ビットマーもあるし、アメン・トンプソンもあるしみたいな感じで、こっからちょっと若手の精査をロケッツしなきゃいけないんだけど、そこに25年の新しいいい選手が来たとしてもちょっともう、多分ぐちゃぐちゃしすぎてそれは嫌だったんだろうね。だからネッツが再建するんだったらネッツの指名権を持ってる方がロケッツはいいはずなんだけど、ロケッツからするとそもそもネッツが再建踏み込むかどうかっていう保証がなかったし、っていうのもミケル放出で再建踏み込んだのは指名権が交換された後の話だから、ロケッツはそれを予測というか、まあもしかしたら再建するかもっていう頭があったかもしれないけど、まあ、確証はなかったっていうところと、あとは今言ったロケッツはまた新しい若手が来てもしょうがないからっていうので、25年の指名権とかをネッツに渡して、で代わりに、28年とか29年のちょっと遅い指名権をネッツからもらう、ようにしたっていう話ですね。でそれがさらにサンズ経由の指名権っていうので、こうサンズは28年とかそのぐらいになると、あと3年後とか4年後になったらKD も多分引退してるし、そうなるとサンズも再建してるかもしれないしっていう、サンズの未来が不安定であることにかけてネッツにいい指名権を渡して将来的な指名権を得たっていう、だこういろいろいろんなチームの視点で見るとお互いウィンウィンに考えられてるなっていう感じですね。であとはそれね、ニックスが1巡目結構出しすぎちゃったのは、あとネッツが再建に踏み込んだのはミケル本人がニックスに行きたいって要求したんじゃないかみたいな噂もあったらしくて、
それを否定してる記事とかもあるらしいんだけど、ちょっとどっちが真相かは分からないんだけど、ミケルがやっぱビラノバ大のね、ディビチェンゾ、ブランソン、ジョシュハート、彼らと一緒にやりたいっていう風にネッツにお願いして、それをネッツが聞き入れるっていうことはやっぱ再建に踏み込まなきゃいけないっていうのと、ニックスもニックスで、ミケルが来るんだったらやっぱそれぐらい指名権出さないとねっていうとこだったのかもしれないですね。ネッツに関しては今日はこんぐらいかな。